今日は2017年1月31日です。1時26分ですね。朝日新聞の3面に、アメリカのトランプ大統領がアフリカの7カ国の国民の入国を一時禁止したという肌事態で混乱が起きているということですね。まあ、イランとかイラクとかいくつか7カ国の名前が挙がっているわけなんですけども、まあまあ みんなイスラム教の国なんですよね。でこれらがテロに関わりある人がいるかもわからないということで、入国を禁止と。でもそのやり方がめちゃくちゃで、アメリカの国籍を持っているような人でさえもですよ、一旦旅行で自分の親戚の結婚式に出かけて行ったら帰ってこれないとかね、そんなことも起きてる。まあなんか説得力がないというか、めちゃくちゃというか、かと思えばこの7カ国がそもそも本当にテロに関わりのある国なのかというと、例えば同時多発テロに関わった十何人かがいるんですけども、そのほとんどはサウジアラビアなんだけども、サウジアラビアは対象になっていない。まあ、なぜなのか、もちろんイスラム教ですわね。でここにはね、トランプさんが経営する会社と関わり合いのある会社がある、まあ、そういうところは外してあるみたいだね。一体何なのかという批判もあって、非常におかしいわけですよ。で、まあ、アメリカ国内でも今デモがどんどん起きてますし、さすがアメリカだなと思うのは、各州の司法長官という人たちがこれは違憲だよ、ありえないよというふうに連名で、まあ、提訴する動きになっていますよね。それでこれが裁判所で否決され、その提訴が受け入れられれば、この大統領令というのは効力をなくすわけです。まあ、日本だったらどうなのかなと思いますわね。まあ、日本だったら県にそれぞれ、裁判が県の中の、まあ、司法長官といえば法務大臣みたいなもんですかな、裁判官ではないですよね。県にはそういう法務大臣みたいなのはいないけれども、いたとしてそういう人たちが声を上げるかなと思うと、まあ、大統領が言ってることに対して文句していないんじゃないか。まあ、当然野党議員なんかは言いますよね。しかし政府の中に突っ込まれている人たちがそういう批判の声を出すかなというのは心配出しそうにないな。でもうこのトランプの支持母体である共和党の中からも、マケインとかグラハムとかいう人たちは批判してますよね。まあかえってテロリストの勧誘活動、テロリストを増やすことに手を貸してしまいかねない。しかしこんだけめちゃくちゃやるとそんなに長続きしないんじゃないかという気がしてきますけどね。さすがに選挙の時にトランプに入れた人たちも、これじゃちょっといくらなんでもやりすぎたのやばいよって考えてくれることを期待しますけどね。で、転じて日本はどうなのか、安倍総理大臣はまあ自分はコメントする立場にはない。他の国の首脳はですよ、この間トランプさんに会ったイギリスの首相メイさんなんかも、これはいくらなんでもひどいよ、こんなことは自分たちはやらないし認めないみたいな言い方してますよね。
ドイツにしたってフランスにしたってそんなやり方は良くないよってみんな言ってるわけです。日本だけですよね。だけではないけれども、日本はコメントする立場にはない。これが今の日本の、自民党政権のアメリカに対する姿勢なんですかね。やってることがいいことであろうが悪いことだろうが、親分なんだから、親分のやることに口出しちゃまずいよ、情けない話だと思います。この絵の踊りの解説をやってみますね。1ページ目から。最初はフラットが3つきまして、4分の3拍子で始まってますね。ただこの曲はね、この音の長さを正確にやれっていうのは、私は常に生徒さんなんかに言ってることなんですけども、このリズム自体はね、ちょっと同じことの繰り返しで、難しいですしね。で、めちゃくちゃ速いところもあって、その速いところをこの最初のスピードをキープしていけば、速すぎて弾けないようなところもあるんですけど、そこをそのまま私自身もやれないしね、やる必要があるのかなという気がしますよね。一番最初のところは、これは G コードです。これはラスギャドでやりますね、私は。普通こう弾けばいいんですけど、ラスギャドでやると、小指から順番に指を開いていく弾き方ですね。そしてここから5連符ですから、さらにね、
さらに次は6連符で8と違うやね。だんだん速くするという感じでいいと思うんですけどね。で、ここで3と、そして次の小節が3連符ですから、最初の音はこれスラで伸びてますから弾かないです。1と2と3と5か。で、下から2段目の2小節目は1と2と5なるわけですね。コントロールをだんだん軌道を速くしながら3列のところに入れられます。もう一回やると最初はやってますが、となると思うんですね。ブラジカオシとかいろんな人が弾いてますから、まあ、それを参考にしてもらえばいいと思います。今日はこれぐらいにしておきます。